はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、石井ちゃんですと、それでは山中鹿之助の第3戦目、三河小牧長久手の戦いをやっていきましょう。レベルは難しいでやっていきたいと思います。ちなみにですね、ビンゴ、お尋ね者ビンゴ帳1個揃いました。これレベル難しいとレベル普通と、レベルによってあのビンゴ帳がそれぞれ制作されてるんですけれども、このレベル難しいの段階での、4の列ですね、4の列が揃いました。揃ったら何がもらえるかっていうのはちょっとよく分かんなかったんですけども、ちなみにレベル普通の状態でのビンゴ帳はこんな感じです。もう2列揃ってますね、斜め右から左、左から右の斜めと歯の段が揃いましたね。はい、こんな感じです。でレベル難しいでいきましょう。もしかしたらこのステージ、本田忠勝は出てくると思いますので、勝てるか、もしかしたら死ぬかもしれないですけども、いきましょう。ちなみに、ちょっとちらっとだけ武器をお見せしますね。はい、今までの武器はこちらの青カズラというものを使っていたんですけれども、今回こっちのイチジクにちょっとこれ掘り出しバサラ屋さんでちょっと売ってたんで、これ買いました。でこれでいこうかなと思います。ちょっと待ってくださいね、防御力3だともう負けちゃうの必死なんで、ちょっとここだけ上げさせてください。いきますね、200はないと、200はないと死んじゃうので、あとバサラゲージが3だとちょっとシャラ臭いので、まあ鹿之助はちょっともうこの武器ずっと使っていくでしょうということなので、ある程度ね、ここは使って上げとこうと思います。バサラゲージは結構上げだって、別にね、もう今回ギガバサラ技はもう使わないっていう風に縛ってるので、上げてもそんなに強く、有利に進めるとは限らないんですけども、一応これぐらい上げときましょう。防御力200ちょっとやばいかな。もうちょ、一応300いっときますね。怖いんで。290しときましょう。はい、OK です。ではこの状態でいってみましょうかね。進軍出陣ガガ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 ガ。いやこのステージね、マジで怖いですよ。どうなることやらって感じですね。このステージに春様がいるといいですね。怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。え、誰？どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおう。いや、どうしても会いたいですよ、どうしても。そんなこと言って、奥に春様を隠しているんじゃ。うん、間違いないですね。きっとそうですよ。さすがにそれはない気が。ねえ、おやさん。え、何今の。今鹿がちょっとすごい、え、鹿今右手に消えてたのに後ろから登場っていう。あー、早速いるなあそこに。立ってるもん、腕組んでるもん。一応挨拶だけしときました。いかがでしょうか。あー、来た来た、怖い怖い。ヤンキーじゃねえかよ、ただの。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。もう目がいっちゃってる。目がいっちゃってるよ。ケジ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 、うわー。おやさん、おやさん、ちょ待ってちょ待って、ちょっと、あ、やばい、逃げて逃げて、やばいやばい。ケジケジケジ、これやべえな、前途多難すぎるだろう。よし、いやこいつ王になる気満々ですからね、俺知って。うわしゃーっと、見えない見えない見えない。ちょっと早速なんですけど、あのギガバサラ技もしかしたら使うかもしれないです。余裕です。あー、よかった、フルじゃなくて。これが卑怯なんだよな、すぐ本田忠勝。まだ無茶するな。あ、この忠勝なら倒せそう。ちょっとえぐいな。開門。どこ行った、どこ行った、あいつら。ちょっとやべえな、これパワーが足らんかもしれん。忠勝、
そこで安静にしているんだ。あ、病気なの、タダカスなのか。大いなる絆の力だ。ん、歯車起動、輸送開始。陣を奪えば傷ついた本田タダカスの回復を止められるぞ。さらに輸送中の、荷車を破壊し強化物資の到着を防ごう。あ、あの4つ全部揃っちゃう前にってことか。いや、これはね、ちょっともう是が非でも止めたいと思います。もう嫌なんです、僕はもう動画を撮影中に負けるっていう。どこにいる、どこにいる、どこにいる。待って、あいつマジちょっとやるよ。俺はこいつでしょ。ちょっとね、何言おうとしたか忘れちゃった。ちょっと、あ、そうそう、思い出した。もうザコとかに関してはちょっと前田刑事をガンガン使っていこうと思います。え、乗れるのこの上っていうか、なんかあのおやすさんがなんか自動アシストしてくれるっていうね。よっしゃ、次どこ行ったらいいよこれ。あ、違う、え、ちょっと待って、なんだっけ、さっき書いてあることよく分かんなかった。あの、あ、なるほどなるほど、陣を奪わないといけないし、さっきのじゃあ、荷車を倒したらどういうことがあるかっていうと、右上のゲージ、右上のゲージがどんどん、あれ、なになになに、どういうこと、どういうこと、どういうこと。いや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 、なんか、なんで、なんで、なんで、どういうこと、どういうこと。やばい、もう溜まりそうじゃん。やばいぞこれは。やばいやばいやばい、なんか車、また荷車出てきたし、もうちょっと全然陣が生きの至り、生きの極み。どういうことなんだ。あ、輸送停止。あ、そういうこと。ちょっともうこいつも壊さないといけないですし、ちょっとこれ、ちぇ、俺が行きたいのこっちじゃない、こっち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 。お、すげえ攻撃力いいね。お、技覚えた。何なんだろうこれ、陣を落とした方がいいのか、あのなんか荷物をやった方がいいのか、どっちなんだ。どうすりゃいいんだこれ。いや、もうっていうか、この状態すっぴん状態やばいな。やばい、もうガンガン溜まりそうじゃねえかよ。もう無理だろこのクエスト、無理クエストだよ。刑事いるか、刑事全然助けてくんねえ。おっしゃ、わあ、ダメだった、パワーもやべえし。やばいよ、死んじゃう。これだ、これ、おやすさん、やばい、死ぬ、やべ、やばいぞこれは。もうあのゲージは無理だな。え、ちょっと待って、ギガバーサル使っちゃった。ごめん、わざとじゃないんだ、ごめんな、みんな。まあボスもいねえしいいよな。てかやっぱ前田刑事溜まるの早えな、ゲージが。前田ゲージにしよう、前田ゲージ。どういうことよ。あのなんか荷車倒しとったらなんかいいことあったんすかね。あ、ギガバサラ技だと裸にされない、甲冑とかつけたままだ。じゃこれはさすがに前田ゲージ使っていかないともう無理だな。うん、
え、ないないない、溜まった、もしかしてゲージが、前田ゲージが、おお、たらおたら、あぶ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 、こんな近距離撃たれたら死んじゃう死んじゃう、おやすさんも使えたらいいのにな。ちょ、もうどけよお前は本当に、いて、はいはい、死んでください、はい死んでください、本当にこれ、こいつはゾンビ、ゾンビ、あー怖い怖い、でかいの来た、でかいの来た、でかいの、こんだけ撃ってもまだパワーあるっていう、もうどんだけゾンビよ。遠くから狙ってきてるやつもいるし、うわ来て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 、うおー、どんどん来るなこいつら。刑事は何やっとるんだ、刑事は。はい、オッケー。ちょっと待って、あ、そういうこと、この潜水はとてもじゃないが、わしでは取り回せ。ってことはどうすりゃいいんだ、もうだいぶ先まで行って行っちゃってんじゃん、あれ荷物というか。いやー、初見でこのステージは無理だ、初見でこのステージは無理だよ、無理ある無理ある。ここになんかジャンプ台とかあんのか、ジャンプ台ね、なんだここの、なんなんだこの、この場所は何のために作られた場所なんだここは。いやもう絶対間に合わねえじゃん、なんかあの荷物というか貨物というか、どうすりゃいいのさ、間に合うかな。分かった、じゃあこれで乗り物としてのおやすさんを使おう。あー、刺して早くもね、こんだけの距離かよ。お、もうだからもう1ランナー、これもう1はランナーですよね、走るだけっていう。何なんだこれ、何のためにこの場所あったんだよ。ちょ、先にあいつだけ倒しておきましょう、あの箱、荷車だけ。その間にも刑事には攻撃をし続けてもらうっていう。あ、もうちょっと到達しそう、もうちょっとで到達しそうなんだよ。オッケー、ここで生きの極み。あ、待て待て、先にこっちやんないとやべえ。刑事も一緒に、刑事もさ、ご一緒に。頼む頼む頼む、あとどんぐらい、あとどんぐらい、あとどんぐらいよこいつのパワー。おいおいおい、パワーが分かんねえ。あ、もうちょいもうちょい、オッケー、次のが来てますよ、刑事お願い。やべ、もうあれがちょっと、あの鉄砲がちょっとやべえな、やばいやばい、もうめった打ちだこれ、まずい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 、やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ、早く早く、行っちゃう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 、行く行く、早く、あー、頼む頼む頼む、壊れてくれ、頼む。お、なんの、すごい技が出た。オッケー。はい、オッケー。ちょ待って、パワーがもうほとんどなく死にそう。あ、でも山の鹿の助のなんかあのレベルゲージがもうちょっとなんで、あれが溜まれば次のレベルに行けばちょっとパワーが回復するでしょう。おしゃ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 、お、オッケー。レベルアップした。ちょ、このでかいやつがね、ちょっと困るんですよね。やばいやばい。もうこれ戦、本当に戦場って感じだな。こいつを殺そう先に。もうなこいつ、あ、もう間違いない。危ない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 。
こいつを殺そう。これより突撃いたし、よし、存分に暴れてやりまするぞ。俺を怒らせたようだな。お前、俺を怒らせたことを後悔させてやるよ。鹿がどんどん飛んでる。ここら辺が怖いな。ほんともうこうギガバサラでちょっと一発やりたいぐらいの。ごめん、ちょっとこういうところでこそちょっとギガバサラ使わせて。ごめんね。うおー、許さん。これイケメン、超イケメンのドヤ顔。こういうところでのギガバサラはいいですよね、使っても。許してくださいね。手っ取り早いんですよ、こういうところ。ほんとザコとジンと一気に落ちて。島の中のハルヒサ様を探すようなものだな。このハルヒサ様探しは。あ、分かった。こういうとこで。ハルヒサ様じゃ。これはいい、これはいい。すみません。少し怪我に攻めが鳴りますない。いや、いいっすね。おっしゃ、これはいい。これザコ相手にはいいね、この技は。で、刑事のパワーがね、なくなりそうっていうのがちょっと嫌だな。生き返らせてもいいんだけど、もうパワー結構溜まってっからな、あのゲージが。なんかちょっとこ、ちょっとまだあいつも殺す。うわぁ、こいつを殺そう。こうでかいやつがでかいのに乗っかろうとしてた今。なん、どっから湧いてくるよお前らは。よ、本当にお前もモンキーなんだよっていう感じでこう飛んでくるのが怖いっすよね。これ攻撃力低いな、このなんか。ほらこれ全然減らねえしパワー。もうちょっと陣取っとこうかな。怖いんでね、このまま行っちゃうのは。どこに行ったらいいんでしょうかね。ここか、ここの陣ちょっと取っとこうか。うわあ、うん、あ、パワー、刑事がパワー回復させてる。あ、取っちゃった。あ、いいのか。ちょ、ここもちょっと一発ギガバサラ使いましょう。こうギガバサラ、こういう使い方いいですね。イケメン、なんちゅうカメラ目線やこれ。いやー、まあちょっと今までとは違う爽快感がありますよね、これは。こういう一気に敵倒すにしても。なんで神代将が生きてんの。今までこんなことなかったのに。こうなれば身をして運ぶのみ。え、何これ、神全部落とさないといいボスのとこいけない感じ。そういう感じか。マジか。ちょっとおやすさんも一緒に攻撃してくれてんのかな。おやすさんいるだけの気がするんだけど。これ先行けるの。これ行けないっぽいな。あそこの門が。お前はこんな、だってこれ、あ、いけるわ。あ、行ったらええやん。あ、そういえばなんか新しい技覚えてましたね。
なんだこれ。あ、テニプリ。いや、やばい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 。いや、怖いな、やっぱり。来た、もしかして。あー、来た来た、出動した。ダメだ、まだ動いては。どうしてお前はそこまで優しくいられる。優しくねえだろ、これもう。優しい人の格好じゃねえよ、これ。あ、やばい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 。怖い。いやーもう。おやさんって実はそれ。いやーちょっと待って、さすがにね。もうこれ刑事と一緒に戦わないと怖い。これはこの春様の人相が気にピリッときた。おお、なんだこれ。山中鹿之助までてかパワー全然減らねえなあいつ。本田忠勝と前田慶次の戦いっていうのも結構見ものですね。戦国最強対戦国一の歌舞伎もの。お、あ、やばいやばい、もうなんか嫌な予感がする、嫌な予感がする、嫌な予感がする。おやさん、なんかおやさんではいろんな携帯があるんですよ、本田忠勝って。鹿とすか、鹿だけに。あ、これいい。こいつはバカだ。こいつバカだ。はめた、はめたり。こいつなんだ、こいつバカだ。うお、どこ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 、来て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 、こいこい、こっち来て、こっち来て、うわあった。おいで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 、こっちこっちこっち。刑事後ろから、後ろから、刑事後ろ。刑事よろしく。お、おやすさん攻撃してくれてる。いいね。おやっさんの角があれば千力すら。ああ、全然聞いてねえや。こっち来いよお前。来た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 、怖っ。こ、来方がこう、うおっ、怖く、あっ、違う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 。お願いします。やべえ、これパワー全然減らねえじゃねえかよ。お前に何かあれば。ごめん、ちょっとギガバサラ技使わせてもらっていいかな。お、なんだなんだなんだ、なんかすげえ動いてるけど全然減ってねえな。もう本田ってか前田刑事死にそうなんだよな。やばいやばいやばい、危ねえ。なんか使おうとしてきた。なんか余計なことしようとしてた、あいつ。でガードが硬すぎて全然。ちょ、刑事逃げる、刑事一旦逃げよう。刑事死んだら元も子もない。え、まさかいないよなあいつ。ちょ、いないよな。え、曲変わった、曲変わった、曲変わった、曲が変わった。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、ちょ二人まとめてギガバサラで。危ねえ。これで本田、あ、前田刑事が一回死んでもまあいいですよ。ギガバサラ使えたんで。やべえよこれは。二人一遍は倒せねえだろ。全然パワー減ってねえ。全然減ってねえやん。なんでなん。うおー、手伝ってやりたいのは山々なんだが。うぅー、むしろこいつこいつこっちをお願い。戦すが怖い、戦すが。うぅー、どっちでもいいわい。ねえ、てか戦す強すぎだろ。綺麗なお姉さんは主人に。そい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 、なんかもう怖いってところじゃねえよな。本当だよ。うわ、おお、もう前田刑事がすげえ頑張ってんだよな。鹿之助の名、その身に傷。いや、いや、一
ってみただけです。誰からも人求められる。そんな自分に強え、俺たちは強い。おお。俺たちは強いぞ。え、ああ終わったよな、よかった。うわ頭が、お、え、ちょ、なんか鹿かなんか持ってきたんだけど。ああ。忠勝倒したかったな。忠勝もうちょっと、あいつギガバサラも効かないっていうことが分かりました今回。あいつはもう変態だよ変態。危なかった。ああ戦国大名止まりか。これだけ探してまともな手がかりも出てこないとは。僕の操作に手抜かりはない。相手はよほどの慎重派。待てよ、事件前の春様の様子などに何か手がかりもないだろうか。思い出せ思い出せ。あ、そういえば事件発生の数日前、春様は夕べで好物のサバの塩焼きが出ないことにご不満を漏らしていた。もしや今回の失踪事件、その腹いせに自ら姿を隠し家臣ともども困らせてやろうというただの家出。おやさん無言ですね。その辺の子供が言ってました。有力な手がかりさえあれば。ああその辺の子供が言ってましたっていう言い訳はいいですね。僕も今度から使おう、うん、どね、自分も子供だと思うんですけどね。さあ次はどんなステージでしょうか。あれがアシカがよしてる。ああ運命の針が示す先は。このステージ怖いんですよね。時代が決める。顔も怖いしな。間もなく開催される祭り、引き込みの場には最適かと。あもうドラマルートにしましょう。おアニメルート、アニメルート行ってみましょうか。何気に僕このゲーム始めてアニメルート一回見たことないんですよ。いいな。おお、しかもあでも一回やったよな最上川。もういっか、いいっすよね。っていうかじゃあ最上川は多分第4戦目であって別にラストステージではないと思うので、最上川だけちょっとやっとくんで、多分第5戦目もしくはその第5戦目がまあ最終戦になるかもしれないんで、そこの第5戦目でお会いしましょうか。それでは、今回ご視聴ありがとうございました。よかったですね死なずに。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。